ということで、のべるちゃんと梅ちゃんです。私は知らなかったけど、ヨドバシのアプリを見たらなんか5000ポイントが溜まってたんだ。でもそろそろが期限が来るから、今ちょうど秋葉原にいるから、ちょっとその5000ポイントで何を買うのかって動画です。何買いたい？何もない、頭に何もない。なぜ買ったの5000ポイント？パソコン買った時にあったの？サーフェイス買った時。でもそれは去年かなんか。やばくない？いくよ。あいよー。いいの？あれ歌っていいよ。いいよ。何、ドンキホーテだと思ってんの？終わった。はい、見せて。2時間後。2時間後やん。じゃあ GoPro 用のシリコンケース。で、GoPro のアクセサリー。はい、うん、あと、綺麗をするためにレンズを綺麗にするためのやつね。そうです。はい、やっぱりね、2時間が足りなかった。疲れた。疲れたね。疲れた。もう、ベロと買い物一緒に行かない。行かない。行かない。あ、楽しかったの？チャンネル登録と高評価、もうコメントもよろしくお願いします。はい、じゃあねー。じゃあねー。